藤原達也は、日本の俳優、ホリプロ所属、埼玉県秩父市出身、秩父市立秩父第二中学校卒業、堀越高等学校中退。1997年、蜷川幸雄演出の舞台、新徳丸主役オーディションでグランプリを獲得し、俳優デビューする。バービカンセンターでの公演にて、15歳で、初舞台とは思えぬ存在感で、 天才新人現ると絶賛され、翌年の外旋公演も行われた。2000年、映画、バトル・ロワイアルの主演に抜擢された。2001年、新、星の金貨で連続ドラマで、初主演を務める。2003年、日本演劇史上最年少21歳で、タイトルロールを演じた舞台、ハムレットで、主な演劇賞を総なめにした。2004年、新選組。 の大き総掃役で NHK 大河ドラマ初出演。2005年、リンカーンセンターにて舞台、近代農学終着防止の年寄り役を演じ、NY タイムズでも評価を受けた。2007年2月から6月まで仕事を一時休業し、ロンドンに留学した。帰国後、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのグレゴリー・ドーラン演出の舞台、ベニスの商人に出演。2008年、 ジョン・ F ・ケネディセンターにおける、新徳丸・ワシントン・ D.C. 公演にて、2002年のファイナル公演以来6年ぶりに、新徳丸役を演じ、ワシントン・ポストなどの地元各市で高い評価を受けた。2009年、井上久志作、蜷川幸を演出による舞台、武蔵で、宮本武蔵役。2010年、舞台、アンジン・イングリッシュ・サムライでセリフの7割が、英語の宣教師役。 バービカンセンター、リンカーンセンターで、舞台、武蔵を再演した。9年ぶりに連続ドラマ、おじいちゃんは25歳の主演を務める。2011年、ドラマ、イコンあり明治13年最後のあだうちで、薄井六郎を演じ、第37回放送文化基金賞演技賞を受賞。二千十四年、日本テレビ系、ドラマ、ST 赤と白の捜査ファイルで十三年ぶりに、 ゴールデンプライム隊の連続ドラマ主演を務める。2015年、2003年に自身がタイトルロールを演じ、数々の演劇賞を受賞した舞台、ハムレットで12年ぶりに再びハムレット役を演じる。私生活では2013年5月に一般女性との年内結婚を報告。2016年6月、第一子の誕生をウェブサイトで発表した。 出演作品の順に記載。役名が、太字のものは主演。洋画吹き替え海外ドラマ、吹き替え劇場アニメテレビアニメ OVA ウェブ、アニメゲーム人形劇。ありがとうございます。